コーデイはアメリカ合衆国のラッパー、ソングライター、ヒップホップミュージシャン。2020年まで YBN クルーのメンバーであり、YBN コーデイの名で活動していた。2018年から2020年の解散までヒップホップコレクティブの YBN クルーの一員として活動。2019年にソロデビューアルバム、ザ・ロスト・ボーイをリリースし、 第62回グラミー賞で最優秀ラップアルバムにノミネートされた。オープンデア・フラウエンフェルトに出演する、コーデ1997年8月26日、コーデアマりダンストンは、ノースカロライナ州ローリーで生まれ、メリーランド州、スーツランドで育つ。幼い頃、父親が、ラキム、ナズ、ビッグエール、タリブ・クエエリなどのクラシックヒップホップを、いつも聴いていたことから、 音楽に興味を持った。コーデーは年を重ねるにつれて、ラップのキャリアを追求するようになり、10代のうちに、アンタンドラという名で3本のミックステープ、アングザエティ、I I'm so anxious, I I'm so a n o n y m u s をリリースした。彼は2015年に高校を卒業し、タオシン大学に進学したが2018年に中退し、ロサンゼルスに越して、ラップのキャリアを本格化させる。 2018年、ソーシャルメディアを通じて知り合った YBN ナミールと YBN オールマイティとロサンゼルスで交流するようになり、ヒップホップコレクティブの YBN クルーに参加する。2018年5月に芸名を YBN コーディに変更し、シングル Introduction to the World をリリースした。同曲は、エミネムの楽曲 MyName is をリミックスしたもので話題となった。 2019年6月、XXL マガジンのフレッシュマンクラスに選出され、7月26日にはデビューアルバム、ザ・ロスト・ボーイをリリースする。このアルバムは第62回グラミー賞で最優秀ラップアルバムにノミネート、バッド・イデアが最優秀ラップソング賞にノミネートされた。2020年8月6日、 YBN ナミールはツイッターで YBN コレクティブが正式に解散したことを発表する。その結果 YBN コーデイの芸名から YBN が削除され現在の名となった。コーデイはオールドスクールのヒップホップと最先端のヒップホップの両方を理解しているためヒップホップの世代間ギャップを埋める鍵となりうると評価されている。リスペクト氏はコーデイの音楽は 時代の先を行っており、古いものと新しいものがミックスされていて、最近の新世代のラッパーとは一線を画している。と評している。コーデは2018年のインタビューで影響を受けたアーティストとして、ナズ、JZ、キッド・カディ、カニエ・ウェスト、エミネム、キャピタル・シティーズ、リル・ウェイン、J ・コール、ビッグ・エル、トラビス・スコット、ケンドリック・ラマーを挙げている。 2019年のザ・ロスト・ボーイのリリース直後、彼は好きなラッパーのトップ5を、JZ、ナズ、ニパック、ノトーリアス・ BIG、ビッグ、L と明かしている。オープンデア・フラウエンフェルトに出演するコーデー・コーデイはテニスプレイヤーの大阪・ナオミと交際している。コーデイは2016年にブラック・ライブズ・マターの抗議運動に参加し、 群衆の間で自分が直面している葛藤や自分のコミュニティで気づいていた問題についてラップを披露した。2020年7月、ケンタッキー州ルイビルで行われたブリオナ・テイラーが警察に殺害された事件への抗議行動でアメリカンフットボール選手のケニー・スティルスと共に逮捕された。スタジオアルバム、ありがとうございます。